ノックしてよ。大好物だ。ノックしてよ。大好物だ。どうも、教会の子供リーダーだ。とにかくあれこれ疑いたくはないが、ハンク・ピムやホープ・バンダイに連絡を取ったりしてないよな。本当か？奴らはきっともうすぐ捕まるぞ。スーツは奴らのだから同じく協定に違反してる。つまり君が接触することは禁止だ。それとこれは言うまでもないだろうが、取り決めを破った場合は20年の無所暮らしだぞ、最低で。あれどうやったんだ、さっきのマジック。どうも、教会の子供リーダーだ。とにかくあれこれ疑いたくはないんだが、ハンク・ピムやホープ・バンダイに連絡を取ったりしてないよな。本当か？奴らきっともうすぐ捕まるぞ。スーツは奴らのだから同じく協定に違反してる。つまり君が接触することは禁止だ。それとこれは言うまでもないだろうが、取り決めを破った場合は20年の無所暮らしだぞ、最低で。あれどうやったんだ、さっきのマジック。はい、お願いいたします。いただきます。お願いします。お願いいたします。まず1.5 センチのアントマンとワスプが今日実はずっと後ろにいたのはお気づきでいらっしゃいましたか。いや、気づいてました。あ、そうやこっちいた。こんなんなんですね。いや、これ気づかへんでしょ、言うてくれな。全然しらけてるやん、これ。なんなん、あんまりスタッフが終わるとあかんないですか。そんなこともない、今からですね。じゃあ笑かしますこれは気づかないですね。すごいですね、こんな小さいんですね。ご自身サイズがずっといたんで、ね、見守ってますんで。あ、わかりました。なんか2人見つめ合ってる感じなんですけどね、僕の方見てくれてるんですねそうですか、よろしくお願いします。お願いします、はい。まあ、今回ちょっと吹き替え収録されてみていかがでしたか。いや、正直やっぱ難しいですね。なんかやっぱり自分がこう映画とかドラマとか出させてもらったことあるんですけど、やっぱり自分やとこう なんて言ったらいいんですか、まあ、自分じゃないですか。でもやっぱりこう、じゃあうーってどんな声なんやろうとか考えてたらね、どうなんやろう思ってなんかやって、で自分の声聞いた時にあれちょっとなんかこう若すぎるというか、なんか優しすぎるのかなとかいろんなこと思いましたけど、でもなんかこう監督さんがでもそうやって迷わんと一個ポンと決めて、でそっからこういろいろ膨らめていった方が失敗はないですっていうことやったんで、まあそれに自信持っていきましたけどね。ただなんかこう一箇所どことは言わないんですけど、なんかうーの練習してる時にちょっとこうお姉みたいになった時があったんですよ、僕が失敗して。どいてみたいなほんで、あ、失敗したよって僕は笑ってたんですけど、なんか今のいいっすねみたいになって、そっからなんかこうちょっとこうなんかこう乗せていただいたというか、うん、なんかうーがなんかできたというか、うん、それは非常になんかちょっと自分でもびっくりしたんですけどね、はい。なんかやっぱり普段関西弁でいらっしゃるじゃないですか、うん、標準語でお話しされることでそうなっちゃったとか難しかったっていう。そうですね、なんか周りにも標準語の男の人があんまりいないんですよ、やっぱか関西出身というか。だからこう女の人はやはるんですけど、なんか男の人のほんま標準語の人があんまり少ないというか、あんまり意識して聞いてないかも分かりませんけど、だからいざ自分がやろう思ったらなんか女の人みたいな、分かります？やめてとかなんか
そっちで言いそうになるんですよ。でそれであ違う違うと思って一回こうなんて言ったらいいんですかね、自分でこう考えるんですけど、その間がね昔よりはだいぶグッとな縮まりましたけど、やっぱりこうありますね、うん、だからそこは苦労しましたね、うん、関西弁でやらして欲しかったっちゃまあね、うん、まあやりたかったんですけど、でもやっぱりこう標準語で行った方が面白みもあったんかなとか思いますね、はい、うん、まあそんな関西の方々のお話も出ましたけど、実はこのマーベルの作品ってガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに加藤浩次さんが出られていたり、はい、アベンジャーズでは宮迫さんが出られていらっしゃったり、はい、まあ、今回小杉さんも出てらっしゃいますけど、うん、まあ、なんとなく今回そこに仲間入りじゃないですけど、うん、される感じのお気持ちみたいなところで、いやそれは嬉しいですよ。で、まあ、加藤さんとかねやっぱり宮迫さんとかやっぱり先輩ですし、でやっぱお芝居の方もやってはるじゃないですか、うん、ですごく嬉しいんですけど、小杉はね別に映画でもあんま見たことないですし、うん、でもまあ小杉とやれて、うん、すごい嬉しかったですけどね、うん、だから今回はなんか個性がいいのかなとは思いましたけどね、参加させていただいて、やっぱりまあウーっていうのもそうですし、まあ、小杉がやった役もそうですし、うん、で小杉も標準語でしょ、うん、楽しみで仕方がないですね、苦労したやろなっていう僕もしたよっていうねぜひお話ししていただそうですね、その話ばっかりになると思いますよ、はい、そう舞台挨拶とかね、うん、でもやっぱ難しいですよ本当に、標準語というか気持ちを乗せていく時とかになんかこう関西弁の方が乗りやすいじゃないですか、でも本当にやらせていただいてすごく嬉しいですし、羨ましがる人はたくさん周りにいますね、やっぱり結構羨ましがられましたか周り。いやまだ言ってないんですけど、まだ言ってない、うん、でもこれ言うたら本当にだってマーベル芸人って吉本にはなんかいっぱいね好きな人がいて、なんで大好きなんて言って、うん、いう先輩もやはるやろうし、後輩は羨ましいですね、大輔さん売れましたねっていう後輩もいると思いますね、はい、じゃあこれで宮川さんマーベル芸人仲間入り。そうですね、まあ、初心者ですけどね、はい、なんかまあこう宮川さんといえばこういろんなことに体当たりに危険なこととかにもチャレンジなさってるかなと思うんですけど、うん、声だけで演技するっていうのはやっぱりそれに比べてどっち簡単でした、楽でしたか、簡単に。いやそれが逆ですよそら、うん、なんかね春巻き10本食え言われてる方がまだ楽ですよ、うん、やっぱり本当難しい、うん、じゃあ今回ちょっと作品の話になるんですけれども、はい、宮川さん演じられたアントマンを追跡する FBI 捜査官のウーというのは、うんうん、どんなキャラクターかちょっと宮川さんの言葉で。いやでもなんかこう熱いしやれないやろうけどちょっと空回りしてる感じもあったりとか、うん、なんかちょっと面白い人ですよね、なんか、うん、見た感じもやっぱアジアの人やし、うん、なんかこう、うん、面白い人やなとは思いますけどね、うん、空回りしてちょっと間抜けな感じで、うん、だからどっかこう出てきたらわまた出てきよったみたいな、うん、だからこうやってて大事やなっていうかね、本当に、うん、ずっと緊張しながらやらせていただきましたけど、まあ、なんか宮川さんご自身もお子様が生活いらっしゃると思うんですけど、ええ、アントマンもヒーローとしては珍しく子持ちヒーローというところが、うん、面白いですよね。だからヒーローがなんかもともとバツイチやったりとか前科者とか子供いるとか、ああいうなんか親しみっていうんですか、うん、なんか子供がいい時にみたいな、学校行ってからヒーローになるみたいな、ああいうところがすごい面白いなと思いますよね、うん、ちょっと感情移入してしまうところとかもはありますよね、うん、でなんか初めのこうなんか段ボールでこうああいう階段とかなんかしてアリの穴でウェー行ったりしてたじゃないですか。いやああいうの見てたらなんか僕親父としてなんかちゃんとしてんのかなっていう、楽しませてられてんのかなとかってちょっと思いますけどね、うん、なんかアントマンも
父親でありヒーローっていうのを両立してるんですけど、はい、宮川さんはこう笑い芸人さんとお父さんとっていうので両立するってなると、なんか難しいこととかってあったりされますね。そうですね、なんか別にあんま、まあ意識はしてなくて、うん、まあお父さんの仕事がたまたまテレビに出てっていうだけには思ってて、でやっぱりこう学校の行事とか、まあいろんなところにやっぱ顔は出してっていう、うん、ふうには思うんですけど、でもやっぱ学校に行くとやっぱりまあみんながもう小学校なんてもうびっくりするぐらいみんながね本当にねうわーって言うてくれるんですよね、うん、それはすごいありがたいんですけどね。もう家帰ったらもうカスカスになってますね。ね、まさにお子さんのヒーローですよね。いやいや、まあ、ヒーローまではいかないですけど、うん、でもまあそうやってでもほんまになんか子供たちにわーって言われるっていうのはほんまに幸せなことやし、で年いってからもずっとやっぱ覚えててくれる人やし、その辺はありがたいなとは思いますけどね。だからカスカスなってもうわー言うてなあかんやなとは思いますね。、はい、でもほんまにカスカスになるんですよ。でまあ父兄さんとかもねやっぱ言うとくれるの嬉しいんですけどね、子供だけで我慢して今っていう勘弁してみたいな風には思ってますけどね。いやでもやっぱりそこもちゃんとやっぱヒーローってそうじゃないですか、うん、カスカスになってもカスカスになっても、うん、ヒーローって本物のヒーローってあんまカスカスならないと思うんですよね。俺はやっぱヒーローぶってるだけというかやっぱカスカスになる。びっくりするぐらいカスカスになりますんで、はい、アントマンとワスプはこうもう最強バディとして今回タッグを組んで戦うんですけど、す、ね、宮川さんご自身にとってこの人最強のバディだなって、バディ、はい、そうですね、誰やろうな、うーん、でもまあ、うーん、いやちょっと待ってください。今考えてるんですから、はいはい、バディいいんで寂しいでしょ。でもなんかこれね、いないですね、考えたらね。ちょっと待ってくださいね、言わせてくださいよ。 多すぎて、うん、いやまあそうです。だから例えばこう僕一人ピン芸人なんで、やっぱりこう一人でロケ行ったりしたらやっぱりそのチーム、うん、カメラマンさんまでやっぱこう自分の中にこう取り込んでじゃないですけど、一瞬で仲良くなって、でそれがこうまあ一人じゃないですけどチームというか、うん、それでこうなんかいじったりとか、なんかやっぱりそうやって笑いも作っていかなあかんところもあって、まあそうですね、素人さんと絡めばその人がバディになるわけですし、うん、だからなんかみんながバディ。すいません、難しい。じゃあそこ最後の質問になるんですけど、はい、もし宮川さんがアントマンサイズの 1.5 センチになることができたら、うん、これをやってみたいとかっていうことは何か。いやそれはいろいろありますよ、それはいろいろあります。でもあえてここで言わせていただくならば、やっぱりまあ、子供の話になるんですけど、やっぱりこう何ですかね、僕らが例えば参観日とか行った時ってやっぱりそういうまあこうよそ行きやないですけど、そういう顔じゃないですか。だから実際の本当のそのほんま家行ってきます言うてから学校のその感じはほんまのことはわからないですよね。だからそういうところどんな感じなんかなって思ったり、うん、で例えばなんかねこう息子がなんかやられてたら、まあ、やり返せとか、やられたらやり返せとか、そこ何してんねんとか、優ししたれとか、助けたれとか、そういうこと言いたいし、見たいですね。うん。あとはそうですね、まあ、ここでお話しすることじゃないかなと。でもやっぱり、
小さなったらいっぱいいろんなことできますよね。うん、何やろうな。うん、でもそれですかね。アントマン&ワスプで主人公アントマンを監視そして追跡する FBI 捜査官のウーの吹き替えをやらせていただきました宮川大輔でございます。さあ、小さくなるほど強くなる、頼りなさすぎるヒーローアントマンとですね、完璧すぎるヒロインですね、綺麗ですね、ワスプで、身長わずか 1.5 センチの最小にして最強ヒーローコンビによるですね、あの痛快バディアクションムービーでございます。アントマン&ワスプはですね、8月31日金曜日より全国公開です。ぜひ皆さん大きい画面で興奮して楽しんでください。劇場でお待ちしております。